もう、明日、明後日ですね。もうでも今日も、まあ、前哨戦、まあ、ずっとね本当決まってからカイトしかやってないですけど、まあまだねでもきっと多分カイはね全てを出していきたいと思う。その辺はもう分かってるんですけど、自分もね特に本番までこうなんか変な特別なね作戦とか特に考えてないんで、とりあえず全力で海にぶつかって夢の扉は夢の扉を開きたいと思います、はい、いやなかなかね、思いにいかないですけど、はい、しっかり最後まで諦めていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ナチュラルバイソン横須賀スズメ、もう残りあと距離で2日だな。ああもう準備はできてんのか。俺はもうこのベルトを守る準備万端だぞ。5月5日愛知県大会ドリーム決戦デッドアライブだぞ。生きるか死ぬかだぞ。死ぬ覚悟で来いよ。俺が必ず生き残ってやるから。分かったか。バイバーイ。お疲れ様でした。まあなんかすっきりしないですね。勝ったわけでも負けてもない、負けてもないですけど、はい、まあ今日フォーエーで、ね、あの一発決着戦ですか、あれは何ていうんですかね。そうだね、一発勝負のあれだったんで、まあ完全決着じゃなかったんで、あの勝敗にかかんなかったですけど、まあツインゲート前哨戦、まあ負けたわけじゃないんで、まあ勢いは落ちてないと思いますし、まあ明日はまだカードわかんないですけど、まあどの前哨戦になるのか、はい、なんかわかんないですけど、はい、まあどちらにしろ明日、まあ前日ですかね、5月ですかね、必ずいい結果残して、ね、とりあえず誰が相手でもね、はい、勝って明日愛知県に勢いをつなげたいと思います、はい、愛知県必ず2つね、ツインもブレイブも必ず応援しましょう。おい、いやいや、おいおい、ヒデさん、本番は 5.5 ですか。うん、そうだね。まあ今日はね、ちょっと防衛ってまたね、タッグタイトル絡む4チームのあれだったから、はい、まあちょっとね、ハイエンドたちの絡むタイミングっていうのを測ったらね、ちょっとわけわからないうちにまあ、ほんとわけわからないうちに、ね、寝言は寝てるよ。お前が寝てるボケ、負け惜しみだてめえの。うるせえよ、はいはい、あ、いけいけいけ、わかったわかった、わかった、いけいけ、おい、そうやって絡み始めたらお前ら噛むからよ。はい、いけ、やめるよ、もらおうか、マスク取るぞ、おい、前みたいにほら、自分でやけどするんだから。やめとけやめとけ。勝てばいいんだよ、試合なんだよ。はいはい。はいはいはい。分かったよ。いってらっしゃい。まあ、俺たちは、5月5日は、取られる気、さらさらないんで。さらさらないですよ。まあ今日は、まあ、俺は取られますけど、まあ引き締めますよ、また。UT の外戦で認識を飾らせるんで。はい。しっかり。5月5日このリュードラの総理を防衛して6月でこのベルト持って沖縄行きましょうよ。そうだね。ああ、小三丸、俺たちが帰るから待っとけ。ゴールデンウィーク、5月5日愛知県まで待ったなしの本日は、京都2デーズ初日でございました。ご来場いただいた皆様、そしてドラゴンゲートネットワークをご視聴いただいた皆様も誠にありがとうございました。今日はですね、まあ、あの第1試合のドリームゲートの前哨戦とで、メインではツインゲート総竜王のもう4チームまとめた 4A 一本勝負を行ってみました。最後は、総竜王チャレンジャーチームのハイエンド大和キッドが見事ね試合を決めてくれました。この、タッグ戦線も非常に面白くて、今日は前哨戦を抜きにしても素晴らしい 4A でちょっと興奮してしまいました。もう非常に楽しみです。さあ明日2日目も、愛知県に向けた戦い、マッチメイクをしてますので、ぜひ皆様お楽しみください。また明日、明日は3時からでございます。よろしく。